はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の数学、対頂角、同位角、錯角丸一基本編をお送りします。で、ここからね、新しい章のスタートでございます。で、ちょっとですね、前回の動画からこうつなげてみていただいている方なんかは雰囲気が違うように感じるかもしれないんですけど、実はこの動画撮り直しをしております。なのでね、ちょっと雰囲気違うかもしれないんですが、ご了承ください。で、スタートはポイントなしです。で、問題が9問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、自分の方が説明しながら解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、まあタイトルにもある各3つのね、対頂角、同位角、錯角っていうこの3つをがっつり覚えてもらいます。で、この3つの角度はこの先もたくさん出てくるので、しっかりね、掴んでもらえたらと思うんですけど、まず上の6問、ここですね。ここで対頂角、同位角、錯角が何なのかを掴んでください。で、対頂角と同位角は、ね、結構楽なんですよ。わかりやすいんですけど、錯角が若干つまずく子が多いので、まあそこ気をつけてもらえたらと思うんですが、まず対頂角です。角 B の対頂角。ここにありますね。B。こいつ。の対頂角。で、対頂角は超シンプルで、×になってる時の反対側です。もう覚え方は反対側でいい。だから、今 B がここにあって、×ができてるでしょ。反対側はもろ D になるじゃんか。だからもうそのまんま反対側は角 D で OK です。いいかな？で、次角 E の、ちょっと聞いちゃったね。角 E の対頂角。E はここにいます。×ができてて E の反対側だから対頂角は角 G になると。これだけです。対頂角はね。まあすごく簡単。で、次、同位角。これね。で、同位角はよく自分漢字でね、同じ位置にある角度ってよく言うんですけど、これどういうことかっていうと、今 D ってこの×のとこで言うと右上にあるじゃないですか。右上、まあ右上、左上、左下、右下って考えた時に、で、それを下で考えた時、同じ右上にあるのどれかなって考えるんです。で、そうするとこの中で右上ってここじゃんか。同じ位置にある角度だから同位角って言います。つまり角 D、 これの同位角は同じ右上にある角 H になるんです。これが同位角。だから、角 F、ここにいるね。F は、まあ、この、あ、ごめん。バツで言うとこで言うと、左下になる。つまり、上の言うとこの左下は、ここになるので、B だよね。つまり、角 F の同位角は、角 B になります。これが同位角。同じ位置にある角度って考えると楽ですね。で、錯角ですね。錯角。で、錯角はですね、自分よく言うのは、対頂角、同位角のコンビだよっていう話をよくします。これどういうことかっていうと、角 C、あるでしょ？ここにあります。ここね。これの錯角は、同位角と対頂角のコンビなので、同位角を探して、そいつの対頂角を探すんです。つまり、これ C って右下だから、同位角はここだよね。で、これの対頂角、つまり反対側だから E になるじゃんか。それが錯角になります。つまり、角 C の錯角は角 E になる。で、同じようにやっていくと、H の錯角っていうのは、ここに H がいる。まず、同位角と対頂角のコンビなんで、同位角を探すと同じ右上の D。それの対頂角、反対側だから B になるので、錯角は角 B になります。で、これでよく俺教えちゃうんですよ。で、これでテストでつまずくこともないんですけど、実は一個気をつけなきゃいけないこと、しかも今回自分が取り直しをしてる理由にもなるんですけど、ですね、それでやってしまうと、例えば、じゃあ、角 A の錯角って、もし先生が聞いてくるとするじゃないか。ここね、A。で、今言ったね、説明でいくと、同位角と対頂角のコンビなんで、左上でしょ？同じ左上はここ。E だよね。それの対頂角なんで、ここになるんだよね。G。
じゃあ、A の対等、錯覚って G なんだって言いたくなるんですけど、これ錯覚じゃないんです、ここ。そう、知らなかったな、それ。ほんとね、申し訳ないんですけど。これ、この図で言ったとき、A と G って外側と外側になるよね。上側と下側だから、外と外。で、この外と外の関係は錯覚って言わないんです。中と中だけなの。だからさっきみたいに、C と E って内側と内側でしょ？H と B って内側と内側だから、ここは錯覚って言います。だけど、例えばテストの時に、各 A の錯覚はどれでしょう？答えありません。とかっていうのは出されないです、基本的に。なので、まあ、同位角と錯覚と対頂角のコンビって覚えてもらっても間違えることはほぼないと思うんですけど、一応、外側と外側は錯覚にはならないよっていうのも頭の片隅に置いといてもらえるとありがたいです。でもね、本当は次の問題で説明するんですけど、錯覚といえばこれっていうのが実はあって、それで覚えてくれると一番いいんですけど、まあ、それはちょっとねここで説明します。まあこれがね、対頂角と同位角と錯覚、この3つね。じゃあそれを使って下の問題、角度を求めていきます。今ですね、ポイントとしてはこの図 L と M がこれ平行ですね。これ平行マーク。で、よく図の中で書き込むときはこういう矢印を使って書きます。まあ2本だったりするときもありますけど、これは L と M が平行っていうこと。で、基本的に対頂角は全然関係ないんですけど、同位角と錯角っていうのは平行の時に使うのがほとんどです。この先。もちろん違う時もありますよ。こういう風にね、全然平行じゃないじゃんっていう時も出てくるんですけど、こういう感じで平行の時に出題されることがすごく多い。で、ある特徴があります。でも、まずね、7番、こいつです。さあ、7番の角度いくつかっていうと、これはもろにね、ここに30度がいるでしょ。で、この30度と7番って、×の反対側にいるから対頂角なんだよね。で、対頂角っていうのは必ず角度同じです。まあ見てわかるよね。こことここは角度同じ。もちろん、こことここも角度は同じです。反対側だから。いい？だからもう7番に関しては計算なしで、対頂角だから30度で OK です。これで終了。で、次ですね、8番先に行ってもいいんですけど、ちょっと9番先に行かせてください。ここです、9番。で、これは、今ね、ちょっと書き直そうか。ここの7番、30度って分かりました。で、今、この×のとこで言うと、この30度って、右上になるよね。右上、左上、左下、右下って考えたらさ。で、9番もここの×だったら右上になるじゃないですか。右上。で、これがすごく大事なとこなんですけど、今、同じ右上と右上です。でしょ？で、同じ右上と右上、まあ同位角ですよね。で、平行な線の時、ここ L と M が、2本がね。平行な時、同位角は必ず同じ角度になります。これがすごく大事。だから平行な問題がいっぱい出てくるの、この先。平行な時、同位角、こことここは同じ角度。つまり、9番は、30度になるんです。同じだからね。なので、今問題には関係ないですけど、ここ左下でしょ ?30 度。ここも左下。同じ同位角だから30度同じになります。もちろん、こことここ対頂角だから同じでもいいんですけど。だから30度いっぱい出てくるんだよね、ここね。じゃあ、8番どうするって考えたときに、これはもう対頂角とかうんぬんではなくって、一直線の線があって、ここが30度です。角度っていうのは一直線、ここ全部で180度なんで、だから180から30引けばいいと。で、こうやって引き算すると、8番は、150度っていうのが分かります。ここね、150度。いいかな？で、問題はこれで終了です。終了なんですけど、さっき言った錯覚の話を1個します。で、錯覚。これはあれだよ。俺が勝手に言ってるだけなんで、学校とかで大声で言っちゃダメだよ。ちょっと恥ずかしい思いするかもしんないけど。自分がね、この先の動画でも口癖でよく言いますけど、錯覚の Z とか、錯覚の逆 Z っていう言葉をよく使います。で、これはですね、さっき、平行な線の時、
同位角は必ず同じになるって話をしましたね。で、実は錯覚も同じになるんです。錯覚も平行の時だよ。時は錯覚も同じになる。で、これね、まだ問題がシンプルなんで見つけやすいんですけど、この先図がごちゃごちゃし始めます、結構。で、その時にあれどこの角度同じなんだろうって探す時のポイントがあって、 Z ってアルファベットあるでしょ。それね、ここ平行があった時にここ Z ができてるじゃん。の時、尖ってるこことここは錯覚の関係にあります。この差は錯覚なの。だからここの30度とここの30度必ず同じなんです、角度。さっきはここの対頂角見つけて同位角だよねって探したけど、そんなこと実はしなくてもいい。最初から平行でしょ、あ、ここ Z あるじゃん、あ、 Z ここの錯覚同じだから30、30、あ、同じだよねみたいな感じで求めることができます。だからよく錯覚の Z っていうので、逆 Z ってのは何かっていうと、今こうなってるけど線が2本平行なのがあって、こういう風になった時は Z が逆になるんだよね。こうやってちょっと曲がっちゃったけど、ごめん、逆に。その時尖ってるこことここが錯覚の関係になります。だから逆 Z ってもよく言うんですけど、錯覚を見つける時にはこれを使うとすごくね、見つけやすくなりますんで、もしよかったら使ってみてください。では今回は中学校2年生の数学、対頂角、同位角、錯覚、丸1、基本編をお送りさせていただきました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回ね、丸2でまたいろいろ問題ね、続いていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。もんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。